島、とんでもねえのが現れたよな。本当にあれ、キーヤちゃんが出現させたんですか？ええ、間違いなさそうです。青の大樹、人による司法の完成形か。よもや人の子らの妄習がここまでしてのけるとは。あの大樹がどんな力を持っているのか君にもわからないんだ。うん、ただあの青い光からは尋常ならざるものを感じる。必要の力のすべて、特に幻、時、空を合わせ持つというべきか。もともとゼロの司法は幻の司法を再現するために黒い助の手で創造された。その過程で時と空まで合わせ持ったということかしら。うん、正直私にもどこまでのことができるのか見当もつかぬくらいだ。というよりできないことはないと言ってもいいのかもしれん。なんとまあ、エイドスに匹敵する力か。いずれにしても俺たちのやることは変わらない。アリオスさん、マリアベルさん、イアン先生たち、彼らの真意を確かめつつ、この手でキーヤを取り戻すだけだ。え、はい。いやー、なんていうかマジで武者震いしてきたわね。グレイス、どうしてお前がここにいる？マクダエル議長と一緒に船を降りたのではなかったのか？うっさいわね、私の勝手でしょ。それにクロスベル市民だって今回の顛末は知りたがるはずよ。まあそのあたりのフォローは任せなさいって。いまいち不安ですが。いずれにせよ乗り込む前に準備はしといた方が良さそうだな。そうですね、何が待ち受けているか分かりませんし。各地の戦闘も終わったし、今ならクロスベルのどこにでもメルカバで降りられるだろう。必要だったら指示するといい。ああ、分かった。
Thank you.